はい、ってことでね、ランプライト洞窟に着きました。この洞窟は2回目ですね。相変わらず変わってない。そしてこの天井に転職。いや、この前はね、スティッキーに邪魔されたせいでね、まあ邪魔っていうかね、送り届けたおかげで、このね、子供たちとね、遊ぶことができませんでしたね。今度はリアル鬼ごっこをしたいですよね、子供たちと。置いた。ここで一番大きい子だね。一番小さくて本当の名前はベティっていうの。だけど大体バンブルって呼ばれてるの。なんて呼ばれてるの？たまにボルト居住者と呼ばれる。会えて嬉しいよ。はじめまして、ボルトから来たの？あそこにはモンスターがいるって聞いたよ。エクレアが昔教えてくれたの。そのうち一人がモンスターに捕まり顔の右側を噛まれたって。だから目が一つしかないんだって。だけどモンスターには見えないし、それに顔を噛むなんて思えないよ。怖がらなくても良さそうだね。顔を噛む？寄生獣か。なんでみんなあんたをバンブルって呼ぶんだ？単なる名前だよ。分かった？台無しになったのは私のせいじゃないもん。ルーシーが私はまだまだって言ってたの。ボルト87にどうしても行かなくてはならないんだ。生き方を教えてほしい。あそこへは行かないわ。怖いから。もっと知りたければ市長に聞いて。道順を教えてほしい。わかんないの。まだ時々道に迷っちゃうの。本当に困ったな。じゃあまたバンブル。バイバイ、ボルトの住人さん。行っちゃいましたね。市長に聞けとのことでね。市長はどこにいるんでしょうかね。みんな、あれですね、取ると犯罪になるものばかりですね。バンブルを追っていけばいいのかな、これは。もうパジャマですよね。お、なんだなんだ。これはただの名前もない住人ですね。ちょっとね、今お腹空いてるんでね、腹の音が聞こえたらね、まあちょっと、腹の音がね、聞こえても、もう気にしないでください。ちょっと読めないな。あ、読める。グレートチャンバーですね。なんでグレートなんだよ。グレートつけなくても良さそうですけどね。さすが子供といったところでしょうかね。お土産おい、屋。ニックナック。町の新顔かい？もしマクレディが君を入れたんならそれで十分だ。堅苦しいのはこれくらいにして。君は誰？どうしてマクレディが君をここに入れたの？市長に入っていいと言われている。問題を起こすつもりはない。そうか、僕はニックナック。ここら辺のお店全般の担当なんだ。何をするかといえば、いろんなものを集めて他のものと交換するんだ。どう？かなり店っぽいだろ。交換しよう。ああ、いいよ。子供同士のスペシャル取引だ。やっぱり子供だと思ってるみたいですね。結構いいの売ってますね。お、パワーヘルメットを売っている。あれだけ欲しかった。また来たよ。すぐ入荷があるから。今のところ以上だ。トレードできるものを見つけたらまた戻っておいで。
なんでみんな出ていくんでしょうかね。うん、なんか嫌われてるのかな。子供の考えていることはよくわからないですね。お、ジェイソン・グラントエントリー。ここのなんかあれなんでしょうかね。聞いてみましょうかね。まあこれ歩いてても聞けるんであれですね。あ、これですね。よし、うまく動いてるんだな。僕はジェイソン・グラント、10歳だ。アーリンドン小学校のミセス・ディライニーのクラスにいる。1ヶ月前、大きな戦争が起きて全て破壊された。残されたのは僕たちだけだ。このと、なんとか無事に生きている。ミセス・ディライニーは今朝助けを求めに出て行ったきり戻ってこない。他の大人たちも同じだ。もしかいない。毎日泣いている友達もいる。本当に怖がっているんだ。僕は違うけど、外に行かなければ何も怖いものなんてない。誰もリーダーになりたがらなかったから僕がなった。みんな僕の言うことを聞いていたから簡単だった。うん、本当に日記みたいですね。もうすぐ2ヶ月になる。僕たちしかいないけど、なんとかうまくやってる。この洞窟にはボルトに繋がる扉がある。毎日叩いてるけど中には入れない。そこに人がいる音が聞こえるんだ。扉の向こうにいる人が僕たちはもう死んでるって言った。ねえ、大人なんて絶対に信じない。大人なんてもう必要ない。なるほど、そういう考えでここを立ち上げたみたいな感じですかね。気をつけて。ここが本当の居住スペースかな、この子たちの。うん、ちょっとしたなんかツリーハウスみたいなね、なんていうか洞窟ハウスみたいな感じでしょうかね。市長がどこに行ったのかさっぱりわからないですね。なんか洞窟内を探索してたら物が散乱している場所に来ました。なんだ、古い忘れ去られた建造物みたいのが隠されてますね。なんだここ。原子炉チャンバー、電源が供給されていない。今は使われてないってことでしょうかね。お、ジョセフ。珍しいな、リトルランプライトに新入りが来た。子供にしちゃちょっと大きい気もするが、まあいいだろう。どうしたの。マクレディ市長に入ってもいいと言われている。問題を起こすつもりはない。僕はジョセフ、ここら辺では一番年上の知識人でもある。クラスを邪魔しない限り仲良くやれると思うよ。ここで一番年長の子供としてほとんどの時間を教えながら過ごす。みんなが清潔に暮らせるようにも気を配ってるよ。もし散髪がしたいんだったら声をかけて、僕がやってあげる。おお、見た目を変えてくれるのか。ここの子供たちはどういう教育を受けているんだ。最初の頃子供が使っていたのはまだ残っていた大人がくれたメモ、店にあった洞窟についての本が何冊か、それだけだった。ボルトが見つかってからはスカベンジャーが基本的な学校教育のホロテープを持ち帰ったんだ。読書、基本の算数、百科事典の類だね。スカベンジャーからはもう滅多に本を入手できなくなったけど、後継者のためにコンピューターに自分なりのメモを少しずつ残してるのさ。あんたの教材はどれだけ徹底しているのかな。コンピューターに本やホロテープのデータを移行したけど、ボルトの教材に含まれていない大切な教科が実はたくさんあるんだよ。欲を言えばキリがないけど、それでもここはウェイストランドで一番優れた学校だと思うよ。ま、多分他に学校はないけどね。子供たちに何を教えている。子供が習いたいものを何でも教えてるよ。ここには教科などの厳密な括りがないから。でもみんな教わることに興味を持っているのさ。全員が戦闘、射撃、
サバイバル術の基礎も習う。これに興味を持つ理由は言うまでもないよね。今のところ知りたいのは以上だ。お役に立てて嬉しいです。なんて礼儀の正しい子だ。もう行かないと。気をつけて。ってことでね、まあ必要最低限の知識を得ているということでね、もうこんな時代にね、その算数とか何の役にも立たないですよね。もう出た瞬間あれですよ、頭打ち抜かれて終わりっていうのがね、もう関の山だと思うんでね、まあサバイバル術とかね習うのが賢明だと思いますね。お、マトホロテープだ。ここに3ヶ月ずっといるけど、前よりは良くなってきたわね。子供は自分のことできないって言ったのは誰よ。ジェイソンは本当にうまくやってくれてるわ。もし生き残りたいなら協力し合って精一杯働かなきゃって言ってたわ。何人かの子供たち、ここは新しい街みたいって言い始めて、リトルランプライトって呼んでるみたい。とってもクールよね。秘密の選挙でジェイソンがこの街の最初の市長になるって決まったのよ。喜ぶでしょうね。ああ、さっきのあれですね、ホロテープの人ですね、ジョセフ。なるほど。あ、いた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 、市長がいましたよ。この町は誰でも招き入れるわけにはいかない。危険を承知で特別にあんたを入れてるんだ。僕の町にようこそ。少なくとも害になるまでは歓迎するよ。そんなことになったらまた孤独に戻してやる。何も問題を起こすつもりはない。よかった、賢くしていてね。道筋を教えてほしい。僕が天井員にでも見える？どうやってここを組織的に統括しているんだ？秩序だって。この場所を歩いてみればわかるだろう。秩序なんてどこにもないよ。他にどうしようもないんだ。永遠にここにいるのは不可能だ。いずれここを出ていかなくちゃならない。よそへ行っても楽しみなんてない。ここにいる間は楽しむことにしたんだ。そして僕みたいな冷酷なやつが崩壊しないように時々睨みを利かすのさ。自分が冷酷だって思ってるんですね。優しいのに。どうやってここの代表に？難しいことじゃない。ここじゃ誰でも市長に立候補できる。リーダーの責任を引き受けたいやつが少ないだけだよ。大抵は他の連中が飽きるまでは市長でいられる。新しい市長が決まったらお払い箱だ。5分で交代したこともあったかな。僕は3年かけてこの場所を強くした。そのおかげでみんな僕がずっと市長だと認めている。僕もそれで構わない。なるほど。ここを強化したことで永遠の地位を築いたということか。いずれみんな出ていかなくてはならないって。成長すれば人は変わるし、僕たちはあのムンゴたちを信用していない。年を取りすぎる前にここを出てビッグタウンに向かうんだ。ランプライトで戦って生き残ってきた子供たちは大人たちに甘やかされたあそこにいる子供たちよりも優れているよ。うん、今のところ知りたいのは以上だ。もう時間だね。マクレディ、また後で。よかったな、失せろ。相変わらずムカつくガキだ。こんにちは。楽園では全てがうまくいくんだよ。こんにちは、おでビリー。リトルランプライトにようこそ。お前、武器の使い方うまそう。おで、スカベンジャーから放り出された。だからおで、もうこれいらない。おでのウェザーライフル買う？500キャップ。それでお前のもの。ウェザーライフル、すげえな。そんなの聞いたこともないな。特別な武器ですかね。欲しいな。自分みたいな同胞にくれてやるってのはどうだ？それいい考え。これお前の戦いも頑張れ。おお、いい子ですね。うん、喋り方はちょっと特徴があるけど、うん、実にいい子だ。うん、レーザーライフルですね、これは。
レーザーライフルのユニーク武器がウェザーライフルなんですね。この武器だったら500キャップ以上の価値があるぞ。さて、そんなことで、ランプライト洞窟に進みますか。ここの子供たちにはお世話になったよ。あれ？なんか女の子がいる。あなたの噂は聞いてるよ。いい人なんだってね。あなたのような人間がどうしてプリンセスなんてニックネームに？あんたに私のことを説明する必要なんかないわ。黙ってここから消えて。ちょっと、私をニックネームみたいなアホ臭いことで煩わせないでよ。怖い。ああ、わかった。だからプリンセスなのか。横柄でなんていうか自己中心的な考えの持ち主だからプリンセスって言うんですね。周りのことを気にせずずかずか言うっていうね。バックゲートを守っている気分は？超つまんない。マジで後方ゲートを突破しようなんてやつはもういないわよ。銃を使うこともないわよ。正面ゲートにいたかったんだけど、 RJ が私をここに置いたの。正面なら迷惑な訪問者を撃つチャンスがあったのにね。あんたはどっちにいたのよ。もし撃ってたら後悔していたはずだ。あら、そうなの？それは可愛いご想像ね。けどもしあんたがごっこ遊びをしたいんなら、チビどもと一緒にそうやって見るべきね。もう行くよ、仕事に戻りな。あら、許可を与えてくださってどうもありがとう、薄のろ野郎さん。なかなか君には期待が持てるよ。うん。あれ、こっから行けないですね。飛び越えて行けるかと思ったけど、なんで行けないんだろう。でもこっちなんですよね。とんでもない。道筋を教えてほしい。いやよ、さっさと消えて。また孤独に戻してやる。ボルト87にどうしても行かなくてはならないんだ。行き方を教えてほしい。あそこへは行かないわ、怖いから。もっと知りたければ市長に聞いて。あ、くそ、バックゲートが閉じられてますね。もう一回市長に話を聞く必要がありますね。はい、さっきの質問をね、もう一回聞いてみましょう。やめておけよ、あの場所はモンスターばっかだぞ。モンスターを避けるの。行く方法を知っているのか。知ってるよ、殺人通りを通るんだ。危険な道だけど、使えるドアはそれしかないよ。それしか方法はないのか。他に方法はないよ。ここに来た時から別のドアは開いていないんだ。コンピューターが壊れてジョセフでも直せないんだ。ああ、さっきのあれですね。どこでジョセフに会える。僕は子守じゃない、市長だ。まったく、ドアのそばまで戻ってきてるかも。どうでもいいけどね。ボルト87へ行くために殺人通りを使いたい。本気か？あそこは恐ろしい場所だよ。怖くはないけど気は進まないな。ああ、もちろんだ。わかった、あんたがそう言うなら行こう。あんたのために門を開いてやるよ。なんて優しいんだ。マクレディさん、ちょっとマットフェイスに邪魔されてますね。なんかちょいちょい引っかかるな。あだ名引っかかりのマクレディって名前をにしよう。さあ、あのプリンセスに交渉は通じるのか。いや、そのまんま開けちゃいましたね。ここは僕の町だ。あんたが直接祝いに来るべきだった。いつもこうだ。お祝いにはキャップと弾薬がいいね。うん、
よし、これでようやく進むことができましたね。殺人通り。